すみません。急を要する公務がありまして、少しお話を伺ってもよろしいでしょうか。マレショーセ・ファントム？また何か違法な研究を行ってる研究員を調べてるのかい？いえ、ある研究員に聞きたいことがありまして。ラワットがどこにいるかご存知ありませんか？ラワット？ああ、あの有名なイケメンか。でも、科学院じゃあんま彼を見かけないんだ。彼と親しくしてる研究員が少しだけいるから、代わりにその人たちに聞いてみるといい。科学院の近くにいるはずだ。少しだけ？人付き合いがうまそうなやつだと思ってたけど。まあ、人付き合いがいいのはあながち間違いじゃないだろう。でもそれだけさ、恵まれた容姿を神様から授かったおかげで、彼と知り合った人はみんないい印象を持つからね。だが、科学院に入ってからかなり経つのに、彼が自身の研究成果について誰かと意見交換してるところはほとんど見たことない。そんなんじゃ科学院で本当の友人を作るのは無理な話さ。おかしいな、あの特売イベントで見た感じ、人を遠ざけるような性格じゃなかったのに。そう？別に不思議じゃないのよ。うちには人付き合いが苦手なタイプに見えたもの。オイラには全然そう見えなかったぞ。これがミルジーヌの洞察力ってやつか？彼の知人から話を聞く以外にも、科学院に何か手がかりが残ってないか調べる必要もありますね。ここは時間を節約するためにも、二手に分かれて行動しましょう。私はシグウィンと一緒に研究員たちに話を聞いてみるな。ラワットが科学院でどんな人と付き合ってたのか、なんだか気になってきたし。クロックワークマシナリーの魚たちはどう？毛を一体どうすれば？きっとクビになる。どちら様で？ラワットがいるところを聞きたいんだ。お前があいつと親しいって聞いてな。親しい？特許使用権も与えてくれないやつと親しいだと？え？最後に彼を見たのはもう何日も前だ。今はどこにいるのか知らん。他を当たってくれ。その特許というのは、この前彼が新しく開発したスキンケア用品に関係したものかしら。チッ、まあそんなところだ。バタフライビューティーとかなんとか。はっ、それで最近結構稼いでるって聞いたよ。急に話す気になったみたいだな。科学院では機械とかエネルギーの研究をしてる人がほとんどだからな。彼があまり他の人と関わりたがらないのもわからなくはない。だが、俺の研究は塗料だ。彼の研究と何かしら接点があるってのに、なぜ協力を拒む？前に彼の商品を買ったことがある。中にはある特別な成分が含まれていて、塗料に使えないか試してみたかったんだ。もしうまくいったら、俺だって彼と同じぐらい稼げただろうによ。先に言っとくが、ラワットの研究成果を盗もうとしたわけじゃない。正式な手続きを踏んで、特許使用権を申請しようとした。きちんと使用料を払ってな。なのに3回も
も門前払いを食らっちまった。他の人が自分みたいに金を稼ぐことがそんなに嫌なのか。ラワットが冷たすぎるって言うべきか、それともこいつが単に悲願でるって言うべきか。こいつからはラワットの居場所を聞き出せそうにないな。他を当たろうぜ。あ、ちょっと待って。アンティーブさん、バブルオレンジを買ってきて皮を剥いて水に入れて飲んでみてちょうだい。気分が落ち着くと思うから。はあ、そうか、ありがとう。特許の書類を作らないといけないからこの辺で失礼するよ。私に何か用かしら。ラワットと親しいんだろ。あいつの居場所について聞きたいんだ。親しい？ふん、一回告白しただけよ。きっと他の女性研究員も彼に告白したことがあるんじゃない。どうして私だけ親しいって思われたのかしら。彼みたいな男は女にチヤホヤされるのが好きなだけで真剣に恋をする気なんてさらさらないのよ。もっと早く気づくべきだったわ。オイラたち、ただあいつがどこにいるか聞きたいだけで。どうして私が彼の居場所を知ってると思うの。別に親しいわけでもないのに。ちょっと面倒だな。他の人に聞くか。見た感じ、彼女はラバットさんのことをよく知ってるみたいよ。このまま行っちゃうのはもったいないじゃない。でも今の様子じゃ何も聞き出せそうにないぞ。そうね、これは恋愛でよく見られる症状よ。治療法を知ってるから任せて。こんなものまで治せるのか。ご本、ラワットさんを見つけるのは無理みたいね。もしかしたら彼はもう危険な目に遭ってるのかも。危険？待ちなさい。あなたたちどうして彼を探してるの？実はマレショーセファントムの警察隊員によると、あいつは悪の組織に狙われてるみたいなんだ。だからその無事を確かめたくって。どうしてそんな事態に？二日前に彼を科学院で見かけた時はそんな大事件に巻き込まれてるようには見えなかったけど。もちろん、ただ偶然見かけただけよ。うんうん。彼は今、どこにいそうかしら。あくまで、彼の身の安全のために教えてあげるけど、科学院にいないなら、母親のところにいるかもしれないわね。彼は子供の頃、母子家庭で育ったと聞いたわ。実家の状況はあまり良くないらしくて、自宅で療養中の母親の様子を見るために、定期的に帰ってるって。そうなのか。じゃあその家の場所は知ってるか。知らないわ。彼の母親のことも偶然耳にしただけよ。だって人と付き合う前にはまずその人のことを把握しておかないとでしょ。告白した時、お母さんの世話を手伝うって言ったら逆に怒鳴られちゃったの。もっと紳士的にやんわり断れないのかしら。まあそういった自分もバカだったけど、ほんとひどいと思わない？やっぱり彼みたいなモテる男は実家の状況を人に知られたくないんだわ。また症状が悪化してきたみたいだな。
ラバットさんの実家の住所は、後でマレシオセファントムと交流したら、警察隊員に調べてもらいましょう。おう、そうだな。知ってることは全部話したわ。急いであの人を探しに行くんでしょ。もちろん彼のことなんて心配してないけど。行こう。ちょっと邪魔するぜ。お前がバートラムか。ねえ、あなたたちは。オイラたち、マレショーセファントムと一緒にある事件の調査をしてて、ラワットの居場所を聞きたいんだ。お前、ラワットと仲がいいんだろ。昔はそうでしたが、今はそれぞれ違う道を歩んでいます。ん？どういう意味だ？はあ、我々研究員は皆、崇高な目的のために研究を行っています。しかし、ラワットはビジネスにつながる研究しかやっていません。彼と共同研究を行うためには、知的財産権を守るための秘密保持契約まで結ばされるんです。そんな人と手を組んでも、まともな研究ができるはずはありません。私のコンプレッサーも、ようやく技術的な解決案を見出せました。もう彼に協力を仰がなくても問題ありません。ラワットってそんな奴だったのか？ラワットさんの居場所をどうしても知りたいんだけど、力を貸してもらえない？あなたは、あ、メロピデ要塞の看護師長ですよね。科学領域の中でも医学は最も崇高な分野だと私は思っています。あなたには敬意を表しますよ。ねえ、お力になれるなら喜んで。おお、指導員の肩書きってこんなに役に立つのか。しかし残念ながら彼がどこにいるのかは分かりません。2ヶ月前に彼との協力関係が終わって以来、ここ最近は会っていませんから。彼が頻繁に接触していた商人たちを訪ねてみてはどうでしょう。彼らならラワットの居場所を知っているかもしれません。商人？彼と共同研究をしていた時、よく商人らしき人たちと会っているのを見かけました。しかしどうも私は避けているようでしたから、何か後ろめたい商売でもやっていたのかもしれません。たまに話が聞こえてきましたが、どれも薬品の製造販売に関するものでした。やはり彼は研究成果をビジネスに使うことしか考えていないんでしょう。薬品の製造販売？ラワットが作ってたのはスキンケア用品だったよな。それも薬品に入るのか？さあ、私は金の匂いがすることに関心がありませんので。ありがとう、今もらった情報で十分よ。ねえ、それではお互い科学の金字塔のさらなる高みへ登れることを願っています。三人の研究員から話が聞けたし、集合場所に向かおうぜ。これなら今まで通り水門研究に戻るな。なんてオイラの第一印象とは大違いだぞ。じゃあアイモンちゃんの今の印象は？家の状況のせいで人付き合いが悪くなって、利益しか考えてない顔のいい研究員。
外見に対する部分は変わってないのね。そこはまあそうだな。でもあんなに顔の整った研究員なんだし、たとえ家の状況が良くなくても人を遠ざけるような性格にはならなそうだけど。外見だけで人を判断しちゃダメよ。看護師長、旅人さん、研究員たちから何か新しい情報は聞けましたか？バートラムさんの話ではラワットさんは薬品の製造販売をしてる商人と接触してたって言ってたよね。じゃあラワットさんはその薬品のブランドを登録してるのかしら？ラワットさんは事件の通報者だからその資料にも目を通したけど、私の記憶では薬品に関する登録はなかったわ。変ね。ラバットさんはビジネスを重視してるし、他人に技術を共有することも嫌ってる。薬品の商売をするなら、そういった登録をおろそかにしないはずよね。もしかして、公にできない商売だったのかしら。犯罪者たちと手を組んでたってこと？確かにあの人たちは、薬品の製造と販売に関する罪で捕まったけど。いやいや、それはおかしいだろ。だってその犯罪者たちを通報したのはラワットなんだし。虫歯の治療を受けに来た子供ってずっと痛かったのにそれを我慢してたなんてことがあるでしょ。それにキャンディーをたくさん食べたのに言わなかったりもする。後ろめたいことをごまかそうと嘘をつくところは大人も子供も大して変わらないのよ。それはそうだけど。通報の対応をしたのは私ですが、彼はあの犯罪者たちと手を組むような人間に見えませんでした。あ、いや、もしかすると脅迫されてたなんてことはないでしょうか。看護師長と旅人さんの話では彼の実家は状況があまり良くないとのことです。そこで犯罪者たちは儲け話を持ちかけ、代わりに学術的な支援を求めた可能性があります。犯罪者たちの正体に気づいた頃にはもう抜け出せないところまで来ており、弱みを握られ、協力関係を続けざるを得なかった。このようなケースは私も見たことがありますし、決して少なくありません。まあ辻褄は合ってるな。もしラワットが犯罪者にずっと脅迫されてたんなら、他の研究員との協力を避けてたのもうなずける。だから人付き合いが悪かったんだな。犯罪者に監視されてて、きっと毎日ビクビクしてたんじゃないか。そうなると状況はもっと悪くなってくるのよ。もしラバットさんと犯罪者がずっと繋がってたのなら、彼らはその居場所を知っていて、うちらより早く見つけるかもしれない。さっき科学院で集めた情報では、ラワットさんが最後に科学院に姿を見せたのは2日前だったわ。それから彼に会った人はいない。もしかしたら彼はもう。2日前？もしかしてあの特売イベントが終わった後から行方がわからなくなってるのか。しかも彼が通報したのもその日です。雲行きが怪しくなってきましたね。心配しないで、まだ別の可能性も残ってるでしょ。もし犯罪者たちを通報した後にいなくなったのなら、自分から身を隠したのかもしれない。そっか、報復を恐れたって線もあるな。今は一刻も早く彼を見つけなければなりませんね。唯一の手がかりは先ほど言っていた彼の母が住む家でしょうか。シース、調べられそう？ええ、大丈夫よ。薬品関連はなかったけど、スキンケア用品のブランドは登録してたみたい。登録には本籍の記入が必要だから、多分その住所がそうね。確かフォンテーヌ邸の郊外だったはずよ。じゃあ、早速出発しましょう。
注射にあった家のはずよ。ノックしますね。中に体の不自由な患者さんがいて、あまり具合が良くないみたい。なんとかドアを開けられないかしら。じゃあドアを壊して開けるか。ダメダメ、ここは私に任せて。一般市民の財産を壊したら報告書をたくさん書かなきゃいけないからね。力ずくじゃなくて技術で開けないと。はぁ、冷静に今まで受けてきた訓練を思い出して力の調整を。開いたわ。シス、何人か連れて潜伏し、家の周りを監視しておいて。私は旅人さんたちと一緒に中に入るから。おばあさんが寝てるぞ。こいつがラワットのお母さんだよな。でもなんか返事ができないみたいだぞ。病状がかなり深刻みたい。いくつか質問はできると思うけど、無理はさせない方が良さそう。ラワットもここにはいないみたいですし、この老婦人に聞くしかないですね。ええ、うちに任せて。君がラバットさんのお母さん？彼の居場所を教えてくれる？どうなった？耳が少し遠いみたいね。ラバットさんの写真は持ってる？ええ、あります。これを見てくれる？君の息子さんよね。どこにいるかわかるかしら？やっぱり何も聞き出せそうにないな。はあ、唯一の手がかりもこれで途切れてしまったようですね。ここでもラバットの居場所がわからないとなると、もう何かしらのトラブルに巻き込まれているのかもしれません。むしろトラブルに遭うのが分かってたからお母さんのところに来なかったんじゃないか。しかし、そうなるとこれ以上どこを探せばいいのでしょう。やはり科学院の近くにいる可能性が一番高いのでしょうか。そうかもな。ではもう一度科学院に戻るしかありませんね。すでにあの場所からは多くの情報を集めましたが、何か見落としがあるかもしれません。今はもうそれにかけるしかないでしょう。ごめんなさい、うちはこの患者さんのケアをしたいからしばらくここに残ることにするね。ええ、もちろん構いません。旅人さんも一緒にここに残ってください。あなたは看護師長の助手ですから。それと、マレショーセファントムを何人か残して、家の周りを監視しておいてくれる？それはまたどうして？ラワットさんがお母さんの危篤を知ったら、きっと帰ってくるはずよ。なるほど。わかりました。家の周りに潜伏している隊員たちを残しておきます。旅人、パイモンちゃん、今回もお手伝いよろしくね。おう、任せとけ。ただ、さっきの話を聞く限り、ラワットのお母さんの容態って、もしかして。ええ、極めて危険な状態にあるのよ。そうなのか。少しケアをするから、そこのタオルを取ってくれる？わかった。彼
女の家族は病気を治すためにいろんなことを試したんだと思う。貴重な薬もたくさん使ったみたい。でも残念ながらあまりに多くの病気にかかっていて、それが体を蝕んでる。シグウィン、辛そうだな。うん、確かにちょっと悲しいかな。メルジーヌにとって人間の生老病死は日が昇り沈むのと同じで自然の法則に準じたものよ。けど人間の医学はこの法則にある程度逆らえる。まさに奇跡のような科学なの。これもうちが医学に夢中になった理由の一つ。でもいざ医者になってみると奇跡はいつも起こるわけじゃないって気づいた。どんなに腕のいい医者でも治せない病気はあるの。シグウィン、心配しないで、パイモンちゃん。医者の最大の責務は全ての病気を治すことじゃなくて、治せる病気を治すことだから。せめて熱を下げてあげないと。そうすれば彼女もそんなに苦しまなくて済むし、ラワットさんに会うまで待ちこたえられるかもしれない。ああ、だったら犯罪者を捕まえるってだけじゃなく、一刻も早くラワットを見つけてやらないとな。熱が高くなってきたみたい。お湯を持ってきてくれる？うん、任せろ。おばあさんの様子はうちが見てるから、急いでお湯を持ってきてくれる？重要な手がかりもな。この日記を見ると、ラワットは個人の実験室を持ってるみたいだ。あいつは今、ここに隠れてるんじゃないか？すぐモルガーヌ隊長に連絡しようぜ。ええ、それは確かにいい知らせね。けど、少し待っててくれる？濡れたタオルを用意したのよ。もう一回注射するね。気分はどう？心配しないで。これから彼を連れてくるから、もうちょっと頑張ってね。ありがとう。こっちを見ないで。隊長に言われた通り潜伏してるの。
風の流れる。モルガーナ隊長たち、もう到着してるみたいだぞ。あなたたちの連絡を受けてすぐ駆けつけたんです。まさか重要な手がかりがあの家にあったのに見落とすなんて、とんだ失態です。そう自分を責めないで。今は早く中に入る方法を探しましょう。入り口の扉には仕掛けがあるみたいだ。多分ラワットの日記に書いてあった方法で開けられるんだよな。やってみようぜ。扉が開きました。中に入りましょう。どうやってここに入ってきた？隊長、例の脱走者たちのようです。やはり彼らもここに来ていた。誰一人逃がすな。風を知れ。そうだ。隊長、ここにいる者の数はリストより少ないようです。残りの脱走者はこの奥に隠れているかもしれません。ここにいたのはただの見張りだったか。マレス・オセ・ファントムの人がなぜここに。あれ、こいつってメロピデ要塞の監視だよな。 ああ、そうだ、俺だよ。公爵様に頼まれてきたんだ。何か誤解させてしまったか。オディロンさん、病気が治るまでは外勤の仕事を控えるようにと先日言ったはずよ。それは公爵様の力になりたくてだな。モルガーヌさん、この人は偽物よ。本物のオディロンさんは健康だもの。なんだと。いや、俺は看護師長が言っていたように本当に姿を変える方法があるみたいだな。こいつらを全員引っ捕らえろ。リュボン、ここで彼らを見張っておいて。それから出入り口も。もし私たちが戻ってこなかったらすぐ救援を呼んでちょうだい。はご安心を。ここはお任せください。行こう。
タフライビューティーに使われてる原料だと思う。なんで全部空っぽなんだろう。あまりに爆売れしたから原料を使い切ったとか。妙ですね。ラバットはなぜ人気商品の生産ラインをこんな偏僻な実験室に置いたのでしょうか。ラバットは脅迫を受けて違法薬物の製造に関わることになったと前に考えましたよね。てっきりここにあるのはその生産ラインだと思ったのですが。もしかしたらバタフライビューティーそのものが違法薬物なのかも。看護師長、それは一体何を根拠に。あくまで推測なのよ。早くラワットさんを見つけましょう。彼なら答えを教えてくれるはずだもの。ええ、わかりました。立ち止まらず先に進みましょう。行こう。
ここ他の部屋よりずっと狭いな。机の上の容器を見た感じ、薬品を調合するための部屋みたいね。看護師長、見てください。これってラワットがあの日着てた服？なんでここで着替えたんだろう。もしかするとここで服を脱がされた後、どこかに連れて行かれて処分されたのかも。シグウィン、急にそんな怖いこと言わないでくれよ。才能ある若者が道を踏み外したことでそのような結末を迎えていたとしたら、実に残念です。モルガーヌさん、まだ道は続いてるみたい。急ぎましょう。いざ。なんだと？あと一日もしないうちに俺たちの顔もお前みたいに腐るって？ああ、あの洪水の後、フォンテーヌ人の体質が大きく変わったんだ。それでこの変貌薬が体に合わなくなった。副作用は私みたいになることだ。だったらどうして使う時に言わなかった？こうしてみんなが脱獄できたのは私の作戦のおかげだろ。もしマレショーセファントムにあなたたちの罪が暴かれてたら、顔が腐るだけじゃ済まなかったぞ。くそ、理由もなくずっと姿をくらましてたお前を、なんで一緒に脱獄させてやったと思う。長いこと手を組んでたからだ。それがこの仕打ちか。俺たちを苔にしやがって。落ち着け。私たちが協力してるのはただ利害関係が一致していたからに過ぎない。他人を信用しすぎたあなたの問題だ。それにだ、あなたたちは全員予備の薬を隠し持っていたのに、脱獄を計画するまでずっと黙っていただろう。お前だって隠し持ってたんじゃないのか。でなきゃなんでお前の顔は腐った。おい、冷静になるよ。二人とも、もうこうなった以上いがみ合ったってしょうがない。ボトン、僕たちをここに連れてきたってことはきっと何か方法があるんだよな。方法？そんなもんあるわけねえ。俺らはここに予備の原液があるって聞いてきただけだ。しかも一滴も残ってないときた。そもそもここに原液があっても何の解決にもなりゃしない。こいつの言葉が事実だとすれば、顔を変えたところでいずれ腐っちまうんだからな。そう喧嘩腰になるなって。おいボトン、どうすればいい？一番実現可能な方法は、定期的に薬を使って腐る前にまた顔を変えればいい。
あとはそれを繰り返す。バカ言ってんじゃねえ。あれは仕入れ先があった時ですら貴重なもんだったんだ。あの洪水の後、その仕入れ先はなくなってる。スキンケア用品みたいにポンポン使えるもんじゃねえんだぞ。まあ他にも方法はあるが、それには取引に応じてもらわないと。やっと本題に入ったか。ポトン、何が欲しいんだ。あの研究員から奪った資料を持ってるんだ。希釈されてない原液を渡してくれれば、その代替品を作れるだろう。それはどうした。物を隠し持つ癖があるんだろう。まさか本当に一人一本しか持ってなかったのか。当たり前だ。あれをメロピデ要塞にホイホイ持ち込めるわけないだろ。なければ顔が腐り落ちるだけだ。永遠に太陽の下で暮らせなくなることを覚悟しとくんだな。はい、こいつを捕まえろ。その資料が本物かどうか確かめてやる。動くな、マレショーセファントムだ。どうしてここに。マルガールさん、まずはラワットさんがいるか確認してちょうだい。ラワット。ラワットはいないようです。おい、おとなしく人質を引き渡せばケーキは追加しないでおこう。そんな子供騙しはやめてくれ。ここまで来て素直に捕まると思ってるのか。ラバットはもう死んだんだよ。ポトンさん、全員捕らえろ。一人も逃がすんじゃないぞ。裁きの雷、風の行く先を却下する。せいっ。せい、はっ、はっ、はっ、やっ、ちょっと、うわ、怖すぎる。怒ったからね。風の赴くままに。貫こう。凡庸だね。月のように永遠な。やっ、せい、権限、風、逃げ道はありません。さっ、よっ、はっ、そこだ。看護師長も武力に頼ることがあるんですね。ええ、一部の患者さんには治療を強行する必要もあるからね。全員捕まえられたかしら。隊長、リストと照らし合わせてみましたが、ポトンはいないようです。あっちを見ろ、扉が閉まってくぞ。私を殺そうとする奴らと捕らえようとする奴らをいっぺんに片付けられるとはな。手間が省けた。あいつどうやって上に。どこかに隠し通路があるのかもしれません。探してみましょう。悪あがきはやめとけ。ここに来るとき全ての道を封鎖しておいた。そっちこそ考えが甘いんじゃないか。外には人を配置してある。時間になっても私たちが出てこなかったら助けに来る手はずになってる。はっ、それは間に合ったらの話だろう。気をつけて、毒ガスなのよ。ここは商品を出荷する場所でね、原液を加工した製品を保管してるんだ。そして商品をダメにしないよう特殊な消防システムが採用されてる。ここのパイプはガス消火剤を噴射できるんだ。ただちょっとばかしいじって毒ガス室に改造したがな。どうしてそんなことするの。ここには君の仲間だっているでしょ。おいおい、勘弁してくれ。彼らは現役を持ってなかった。もう用済みだ。それに私が行きそうな場所をバラされたくない。なんてやつだ。なんとかしてあの扉を開けないと。ふん、
せいぜいあがいてろ。あなたたちが死ねば、私の居場所を知る者もいなくなる。じゃあな。ポトンさん、もう行くの？今日の薬をまだ塗ってないのよ。あなたに私の顔は治せない。諦めてくれ。もし、治せると言ったら？ふん。時間稼ぎはやめてくれ。顔を治す方法はここを出てから探す。あなたが心配することじゃない。外へ逃げても無駄よ。だってファンテーヌ人はもう原始大海の水に溶けなくなってるんだから。なんだと？例の変貌薬に最も重要な成分はフォンテーヌ人が溶けた後に残る液体。一見すると普通の水だけど、あれには特殊な成分が含まれてるの。大洪水が起きる前、フォンテーヌ人の本質は純粋精霊だった。その成分からなる薬は、フォンテーヌ人の外見を溶かし、再構築させる。そして、水系原霊のような変化効果をもたらすの。理論的には、それを使うことでフォンテーヌ人はどんな姿にもなれる。でも、大洪水の後、フォンテーヌ人は正真正銘人間になった。薬の原料を手に入れることも、本来の効果を得ることもできなくなってるのよね。看護師長、つまり薬を作るには原始大海の水でフォンテーヌ人を溶かさなければならないということですか？想像以上に彼らの罪は重いようですね。なんでそれを知ってる？待て。わかった、そういうことか。だからあなたは人間の顔をしてるんだな。ええ、つまりうちは君の知らないレシピを持ってる。ちょっとむせちゃった。話しにくくなってきたみたい。いいだろう。今日取引をしてくれるのはあなただったというわけか。さあ、言え。どうすればそのレシピを渡してくれる？レシピじゃなくて、調合済みの薬を持ってきたのよ。何？前にラワットさんが開発したスキンケア用品を試した時、特別な成分が含まれてることに気づいたの。だから、友達に頼んで材料を集めてもらってね。調合したら、この薬ができたのよ。このことから、あのスキンケア用品には、君たちの成果が含まれてるってことよね。ふん、その通りだ。あれの一部の原料は、私たちがラワットに提供したものだ。はい！ただ、あれにはわずかな有効成分しか含まれていない。原液の効果には到底及ばん。希釈の過程を反転させる方法を見つけたの。その方法を使えば、あのスキンケア用品から原液に近いものを得られる。ありえない。じゃあ一部の材料を言えば信じてくれるかしら。まずは濁水原霊の組織成分と異界のつゆを3対7の比率で配合するの。濁水原霊と異界のつゆ、そのようなアプローチが全く思いつかなかった。さあ取引をしましょう。いいだろう。私のいる窓の下に商品を配送するためのパイプがある。そこに薬を入れろ。そしたら解放してやる。ダメよ。君は自分の病気を隠すような悪い子だもの。信じられない。先に扉を開けてくれたら、この薬をあげる。ふん。たとえそれが本物であっても、私の顔を一時的に治すだけだろう。なぜそれで対等に交渉できると思った？もうバルブを閉めたりはしない。残された時間はわずかだ。じゃあうちは薬を持ったままここに立ってる。もし毒で倒れたら薬の瓶も割れちゃうけどいい？ち、扉が開いた。閉められないように、
すぐ扉の仕掛けを壊してください。いい子ね。じゃあうちも約束を果たすのよ。看護師長、毒ガスの濃度が高くなっています。すぐに退避を。行こう。いざ行こう。いざ。やつ、やり方が汚いぞ。みんな、すぐに座り込まないで。少しストレッチした方がいいのよ。筋肉がほぐれるから。旅人もね。パイモンちゃんは大丈夫かしら。早く飛ぶのだって疲れるんだぞ。あ、いや、まあそれは置いといてだな。驚いたぞ、あのスキンケア用品にこんな裏があったなんて。あ、約束してたスキンケア用品を台無しにしちゃったね。今度代わりのものをあげるのよ。いやいや、あんなのタダでもらっても使いたくないぞ。でもオイラがあれを買おうとしたことが、こうしてみんなを助けるきっかけになったんだし、これってもちろん分かってるぞ。看護師長、隊員と犯罪者どもの確認が取れました。みんな無事のようです。脱走者はメロピレ要塞に連行いたします。ただ残念ながらラバットはいません。完全に行方不明です。はぁ、あの犯罪者たち、ほんとたちが悪いぞ。特にあのポトンってやつ、もしあいつが最後に薬と引き換えに扉を開けてくれなかったら、みんな死んでたかもしれないぜ。ううん、その心配はなかったのよ。うちはいつもいろんな解毒剤を持ち歩いてるし、あの毒ガスに効くものもあったから。扉を開けてくれなかったとしても、みんなを守れたの。え？じゃあ、なんであいつに薬を渡したんだよ。看護師長、でしたら正直なところ、あの薬は渡すべきではなかったと思います。もし彼が顔を変えてフォンテーヌから逃げてしまえば、その仲間をいくら尋問しようと居場所をつかめないでしょう。ううん、薬を渡したのは、これから向かう場所を確認するためだったの。どういうことですか？急ぎましょう。彼女はそう長く持たないでしょうから。行こう。私が小さいからって勝てないと思ったら大間違いよ。隊長、ちょうどいいところに来たわ。潜伏してたらこの人がこそこそと家に入ろうとしてて、ちょうど今取り押さえたの。ふん、
え？その顔。ポトン。まさか本当にここに来ているとは。なんだって？正確に言うと、これは顔が腐る前のポトンです。指名手配書に載っている顔は、このようなものでした。そう。やっぱりね。どういうことだ？薬を持って行ったのに、フォンテーヌから逃げ出さないどころか、むしろ前の顔に戻すなんて、自首でもするつもりか？くだらん憶測はいい。中に入れてくれ。おとなしくしてちょうだい。家には病気で弱ったおばあさんがいるの。あんたのような悪党を入れるわけないでしょ。もう今更隠さん。いいか。私はラワットだ。この家にいるのは私の母さんなんだよ。嘘だろ？脅迫されてたラワットが、この凶悪犯と同一人物だって？脅迫されてたラワット？こいつは傑作だ。今日聞いたジョークの中で一番面白い。当時脅迫を受けてた頃、誰もが私を犯罪者の仲間だと思ってた。それが本当の犯罪者になった途端、脅迫されてると思い始める。顔がいいだけで、こうも都合よく解釈されるとはな。ごたくはいい。さっさと説明しろ。説明？ああ。いいぞ。聞かせてやる。まだ私がポトンだった頃、この世界からは悪意しか感じられなかった。何をする気？どっか行きなさいよ。異性に嫌われ、協力？まともな研究をしてるようには見えないが、同僚にはバカにされ。君がポトンか？今やってる研究に興味があるんだ。よく考えてみてくれ。投資の話を持ちかけられるなんて、そうめったにないだろ。悪人だけが協力を申し出てくれた。足を洗うだ？よしといた方がいいぜ。うっかりお前の写真をマレショーセファントムに送っちまったんだ。もう共犯なんだよ。指名手配書もあるみたいだぜ。しばらくはあんま出歩かない方がいいかもな。ロシに関わって捕まっちまったら二度と出てこれねえぞ。引き返せなくなるまで、私がポトンじゃなくなるまで。ラワットさん、ちょっとお話があるの。異性に好かれ、新しく開発された薬に興味があるんだ。本当に天才的な発想だよ。手を組んでみないか？いや、特許使用権を申請するから、その許可だけでも。同僚から珍しく褒められ。そちらの研究に興味があるんだが、君に投資したいという人は大勢いるだろう。こっちは後でもいい。ただの好奇心で聞いてみただけだ。そう警戒しないでくれ。悪人からは敬遠された。ラワットになったことで分かってしまった、この世界がいかに虚偽に満ちているかがね。それでも世の中を責めなかったよ。何しろこんな虚偽にまみれた世界でも利用できるからだ。なのになぜこの世界を憎む理由を私に強いる。母さん、ただいま。調子はどうだ？あなたは誰？いくら高い薬を買っても母さんの病気は治せなかった。ならせめて最後に息子の顔を見せようと思ったんだ。のけ者にされてた時、気にかけてくれたのは母さんだけだった。もう一人の私の名声がフォンテーヌ科学院に広まったが、母さんはその私を知らない。どうしても母さんに会いたかった。たとえ昔の不細工な顔に戻ってもな。これでいいか？
もう満足しただろ。早く中に入れてくれ。今さら母親に合わせる顔があると思ってるのか。見た目を変える術を手に入れたというのに、犯罪者たちから逃げることを選ばなかった。むしろ仲間になることを選んだというのに。ふん、儲かる商売があるのになぜそれを手放す。ロシの数十倍の利益が出るんだぞ。それも合法的にだ。お金のために悪人であり続けるなんて。悪人？その基準は何だ。悪事を働いたかどうかじゃなく、顔が整ってるかどうかか。私のもう一つの顔が悪人だなんて誰も思わなかったぞ。あなたたちにとやかく言われる筋合いはない。あなたたちだってこの虚偽に満ちた世界の一部に過ぎないんだ。後悔はしてないぞ。母さんもきっと理解してくれるはずだ。こいつ悪すぎるぞ。特に口が。でも今の顔も悪人の顔だとは思ってないのよ。ふん、冗談はよせ。見たところ今の自白に少しも驚いてないようだな。いつから気づいてた。君にあの薬を渡すまではただ疑ってただけよ。いつから疑ってたかというと、初めて医務室で君に会った時からね。その疑いを確かめるためにうちはこの調査に参加したの。は、笑えるな。若く有望な研究員と投獄された悪党が、その目には同じ人物に映ってたと。薬が持つ効果は確かにすごいのよ。メルジーヌでも見分けられないほどだもの。でもうちは他のメルジーヌより人間のことをよく知ってる。人間にはもっと本質的な特徴があって、それは外見に左右されないの。本質的？私のことを見抜いたとでも。誰も気づいてないようだが、私にはわかるぞ。メルジーヌの体質は水に近い。薬からはきっと同じ効果を得られるだろう。あなたも使ったんじゃないか。人間の姿を手に入れるためにあの薬を。シゴエン？ええ、そうよ。想像できるよ。メルジーヌが差別されてた時代に外見を変えたんだろ。片方は人間に拒まれ、下水道でしか暮らせない異類の存在。片方は尊敬されるメロピデ要塞の看護師長。どっちを取るかなんて考えるまでもないからな。つまり私と同種なんだよ。私もあなたを見抜いたというわけだ。今重要なのはそこじゃないのよ。ここに来た目的はお母さんに会うためでしょ。うちはそれを叶えてあげられる。看護師長、彼の今の状態では安心できません。大丈夫よ、心配しないで。この前倉庫で薬を見せたのもある種のテストだったの。彼は追ってから逃れられる可能性を捨ててまでお母さんに会うため扉を開けて薬を手に入れた。少なくとも彼のお母さんに対する気持ちは本物なのよ。そういうことだったのですか。だから逮捕する前にお母さんに会わせてあげて。うちと旅人がついてるから大丈夫よ。ええ、わかりました。あの人何か悪巧みしてるみたいだから気をつけてね。看護師長に付き添って中にお入りください。もし彼がまだ何かを企んでいるようならすぐに呼んでいただければと。母さん、わかるか？息子のポトンだ。この顔ならわかってくれるだろう。
どうしたんだ、母さん。残念だけど、悪いお知らせがあるの。前回診察した時には、もう、高熱によって、両目が失明してたのよ。なんだって。今この時、君のことを思い出すのに一番役立たないのが外見。でも、家族に自分のことを思い出させる方法は、他にもたくさんあるでしょ？目を開けてくれ。ポトンだ。見えないのなら、せめてこの手を、息子の手を握ってくれ。ここまでしたのに、どうしてわからないんだ。くそ、くそ。どうやら、その手のひらのぬくもりはもう変わってしまったようね。ごめんね。結局、彼を連れてきてあげられなかった。あなたを、ありがとう。母さん、なんで彼女に反応？どういうことだ？そっとしてあげて。この人は今、言ったの。母さん！母さん！ポトンさん、残念ながら、うちと君は同じじゃないのよ。いざ。お待たせしました。新発売のスキンケア用品、ロマリタイムエッセンスの販売を開始いたします。また反則イベントか。相変わらず賑やかだな。前に売ってた商品にどんな成分が含まれてたか知ったらみんなどう思うんだろう。あれ、またシグウィンがいるぞ。よっ、シグウィン。あら、こんにちは、旅人にパイモンちゃん。昨日は慌ただしかったけど、ゆっくり休めたかしら。うん、もちろんだぞ。シグウィンはまた取材に来たのか。今日は主にモルガーヌさんのお手伝いよ。昨日の件を片付けてるの。そういえば、例のスキンケア用品って結構売れてたけど、大丈夫なのか？ええ、安心して。バタフライビューティー自体はただの良質な商品だから、使っても問題ないのよ。それに、警察隊員たちが販売済みのバタフライビューティーをすべて回収して、処分を進めてくれてるの。ヌビレットさんに無害化する方法を教えてもらったのよ。水や土を汚染しない、自然と揮発させる方法をね。シグウィンはやっぱり頼りになるな。看護師長、この度はご助言いただきありがとうございました。回収したバタフライビューティーはすべてご指示の方法で処分済みです。ええ、君たちもお疲れ様。それからラワットの尋問調書をご所望でしたよね。正確にはポトンのですが、こちらにまとめましたのでご確認ください。昨日、彼は母を見送った後、精神的な防衛線が完全に決壊したようです。尋問に対して何の抵抗も見せることなく、いろいろと話してくれました。あの薬品は犯罪組織の手伝いでロシを調合していた際に偶然発見したそうです。その後、希釈したものをスキンケア用に調整するのを思いついたとのことでした。原料の仕入れ先は、あのバシェの組織です。むしろ、バシェのために、犯罪の証拠を大量に処分していたと言うべきでしょうか。この協力関係はあまりに隙がなく、これまでずっと露見しませんでした。
バセの影響って今もまだ残ってるのか？はい。ですが、その残党は必ず全員捕まるでしょう。時間の問題です。大洪水の後、仕入れ先を失った彼らはやむを得ず危険を冒しました。一人で歩いている通行人を探して、隠し持っていた大海の水をかけたんです。もちろん、それはいずれも失敗に終わっています。多くの通報を受けたことで、私たちはようやくこのグループを特定し、彼らを摘発できました。なるほど、そうだったんだな。彼の供述によると、ラワットになっていた時は犯罪者たちから距離を置くようにしていたとのことです。しかし、私たちにその尻尾をつかまれそうになりました。彼が通報したのは、通報者という立場を利用して疑いの目をそらし、時間を稼ぐためだったそうです。そしてポトンの顔に戻って、母に会いに行く算段だったと。ただ、ポトンという人物が長いこと失踪していたにもかかわらず、こちらが依然として警戒していたのを予想していなかったのでしょう。元の顔で姿を現した途端、すぐに逮捕されました。そのため先日、メロビデ要塞に収容されていたのです。ポトンに戻ったのは、今回が初めてじゃなかったってことか。本当にお母さんに会いたかったんだな。結局、あんなことになっちゃったけど。尋問調書に添付された証拠を見るに、ラバットの姿で初めて稼いだお金は、すべてお母さんの病気のために使ってたみたいね。はい。彼が最初にあの薬を使うと決めたのは、私利私欲のためではなく、もう一人の自分で母を救おうとしたからだと思います。ですが、彼は行き過ぎました。こうして罪を犯し、罰せられることになったのです。ええ、そうね。書類をまとめてくれてありがとう。シグウィン、どうしてあいつの尋問調書を見たかったんだ？ポトンさんはうちの患者さんだから、そのカルテを整理したかったの。個人の経歴も、カルテに記載すべき重要な一部だって、先生が教えてくれたから。患者って。でも、あいつがああなったのは悪いことをしたからであって。ええ、そうね。けど、たとえ悪いことをしたとしても、うちにとっては患者さんよ。看護師長、一つお願いがあるのですが、この薬のことはどうか内密にしていただけないでしょうか。大半のフォンテーヌ人からすると、この薬の存在は知らない方が幸せです。そうしていただければ、マレショーセファントムも少しは安心できます。ええ、もちろん。安心してちょうだい。はい、ご理解ありがとうございます。では、私はこれで失礼します。ところで、シグウィンがあの薬を使って今の姿になったって話、本当のことなのか？あら、どうして驚いてるの？それはこの間も話したでしょ？え？前に教えてくれた魔女ばあさんと魔法の薬って本当に実話だったのか？ええ、本当のことよ。でも。うん。うちも人に言えない秘密を持ってるの。でも、こうして一緒にいろいろ経験してきた旅人とパイモンちゃんのことは信頼してるし、君たちになら教えてあげてもいいのよ。ただその前に、少し付き合ってくれる？今日はある人を弔う予定だったの。おう、いいぞ。
リオジェスリがいるぞ。こいつらどうしてここにいるんだ。旅人アイモン、ごきげんよう。息災であっただろうか。最高審判官が重要な用事で出かけるなんて、新聞の一面を飾れるんじゃないか。ほう、人々はこのようなことに興味を示すのか。違うか。なんてったって重要な用事だろ。うん、確かに大切な人が心の支えを必要とするとき、適切な時間と場所に現れるのは非常に重要なことだと言える。マレショーゼファントムの報告を受け、ここに来なければならないと思ったのだ。見ろ、これがヌビレットさんの思いやりってやつさ。そんなわけで俺たちはここに来た。看護師長に付き添って彼女の先生の墓参りをするためにな。ってことは、シグウィンが弔うって言ってた人はあいつの先生のことだったのか。確か魔女ばあさんって人だよな。あ、ごめん、悪気はないんだ。ただシグウィンがずっとそう呼んでたから。看護師長にとってそれは気に障る呼び方じゃないはずだ。気にしなくていいだろう。ああ、むしろシグウィンからすれば親しみを込めた呼び方と言える。その医者のことは何度かシグウィンから聞いたが、とても寛大な方のようだ。人間の大半がメルジーヌを差別していた時代、あの方だけがシグウィンの先生になってくれた。ひひ、ヌビレットもリオセスリもやっぱり優しいんだな。職場の後輩への思いやりってやつか。職場の後輩？とんでもない。せいぜいヌビレットさんの後輩っていうのが妥当だな。看護師長は数百年前メロピデ要塞に服役してたんだ。刑期が終わった後も彼女はメロピデ要塞に残り、その管理体制における中核メンバーとなった。厳密に言うとメロピデ要塞にいるほとんどの奴が看護師長の後輩さ。この俺も含めてな。服役？ああ、私が最高審判官に就任する前からフォンテーヌにはある古い法律があってね。それが他の種を人類に転化させる行為を禁ずるというものだ。最初私は大半の研究員同様こう考えていた。これは科学倫理を規定するための法律だと。だが今思い返せば、これは民が真実を知ることなく、より純粋で幸福な人生を享受できるようヘゲリアがかけた保険だったのだろう。ああ、無知は幸せってやつだな。たとえ事情があったにせよ、シグウィンは人間の姿になったことで法に抵触した。一体何があったんだ、教えてくれないか。ふむ、いいだろう。シグウィンは友人に過去を知られることを厭わないだろうからな。あの時彼女は自ら私に全てを打ち明けてくれた。娘の病気がひどいというのにお主を家に入れなかったのかい。なんて頑固な連中じゃ。人の偏見もわしには治せない病気の一つじゃな。はあ、残念じゃが、わしにはもうそこへ駆けつける余力がない。なんと嘆かわしい魔女じゃ。すべてのフォンテーヌ人を救おうと思っておったのに、今苦しんでいる患者さえも救えぬとは。先生、どうしたのそれ。フォンテーヌにはおそらく誰もがかかってる奇病が存在する。目撃者も証拠もないし、誰も信じてはくれぬじゃろうがな。じゃから自分の体を使って
治療法を探すほかなかった。ただ結果は芳しくなく、このありさまじゃ。じゃあまずは先生を治さないと。そしたら先生があの子を治療できるでしょ。いや、自分の状況は分かっておるつもりじゃ。わしの体はお主じゃ治せん。先生、前にも言ったように、医者の最大の責務は治せる病気を治すことじゃ。うん、でもあの人たちはうちのことを全然信じてくれないの。そういえば、あの女の子はシグウィンの初めての患者じゃったな。なら、どうしても治してあげたいじゃろ。うん、そのためなら何でもする。たとえ法を犯し、罰を受けることになってもか。誰かを傷つけないなら、何でもするよ。さすがわしの弟子じゃ。なら、もう一度かけてみるとしよう。最後まで治療法を模索してみるから、しばらくここを離れててくれるかい。2時間後にまた来ておくれ。もし奇跡が起これば、わしはすべてのフォンテーヌ人を救う方法を見つけられる。そしてこの体も女の子を治せるまで回復するじゃろう。もし奇跡が起こらなかったら、治せない病気がまた一つ増える。その時はどうかわしを探さないでおくれ。シグウィンへ贈り物を残そう。病気の研究中に偶然発見したものじゃ。大したものではないが、少なくともお主の患者を治療するのに役立つじゃろう。シグウィンが戻ってきた時、奇跡は起こっていなかった。机に残されていたのは、一本の薬と一枚のメモ。そのメモの通りに薬を使うと、シグウィンは今の姿となっていた。そしてフォンテーヌの方にも触れてしまったのだ。私はその事実に基づき、彼女に審判を下した。そうだったのか。おそらく、フォンテーヌ人が解けることがわかり、その真相が明らかになってようやく、シグウィンも理解したのだろう。私はその全てを知ったとき、実に嘆かわしく思った。法の公正さを守ると同時に、その無情さも受け入れなければならないのかと。幸い、フォンテーヌの法律によると、隠されていた真実によって、シグウィンがさらなる刑を負うことはない。この点については、何度も確認してやる。シグウィンは、どんな気持ちだったんだろう。君たちをここに招いた以上、シグウィンは過去を打ち明ける覚悟ができているのだろう。昨日の脱獄事件だが、マレショーセファントムを代表し、メロピデ要塞の協力に改めて感謝する。ま、主に看護師長、それから旅人とパイモンのおかげだがな。シグウィンが元気なところを見るに、最近は仕事が忙しくないのだろうか。ああ、メロピデ要塞に長期駐留してる医療スタッフは彼女だけだが、中には医学の知識があって手伝ってくれる人もたくさんいるんでね。その言葉を聞いて安心した。看護師長のことをそうやって気にかけてる姿を見ると、まるで本当の親みたいだな。実際のところ、
以前からずっとそう思っている。あんたの年齢を実感させられるよ。ああ、実は君よりずっと年上だということを私もよく忘れてしまう。そういえば、審判官になる前は何をやってたんだ？毎日海に潜って西から東へ、北から南へ泳いでたとか？ああ、それと時に上から下へ泳ぐこともあった。ほう、そりゃすごい。すまない、今のは冗談だ。本気にしないでくれ。大丈夫だ、俺は想像力が豊かだからな。来てくれたのね。弔いたいのはうちの先生よ。遺体がなくて服や遺品だけが残ってたんだけど、それも今はもう水の中に沈んじゃってるの。シグイ、薬を作ったのってお前の先生の魔女ばあさんだったんだよな。ええ、ヌビレットさんから色々と聞いたみたいね。その真実を知ってさ、すごく内心複雑だったんじゃないか？うん。でも、あの夜の出来事を理解したとき、やっぱり、先生らしいなって思ったの。自分が犠牲になるのを黙ってたこともか？病気に効く薬であれば、嘘をついてでも子供に飲ませる。それが先生なのよ。そっか。でも、なんでシグインは自首したんだ？法を犯したからには、罰を受けるべきよ。先生は自分の選択をしたんだから、うちも自分の選択をしただけ。それはそうなんだろうけどさ。ただ、ポトンがシグインを問い詰めてたとき、おいら本当に頭に来たんだ。シグウェンがあいつと同じなわけないだろ。ヌビレットから真実を教えてもらって、なおさらそう思ったぞ。でも結局、シグウェンも同じように有罪判決を受けて監獄に送られた。そう思うと、なんだかやるせなくって。パイモンちゃん、その逆よ。もし、あの服役経験がなかったら、ポトンさんの質問に動じることなく対応できなかったかもしれないもの。え？どうしてそう思うんだ？パイモンちゃんも旅人も知りたいみたいね。なら、その理由を教えてあげるのよ。判決を言い渡す。被告のメルジーヌを有罪とする。最高審判官は法の威厳を守ったけど、メルジーヌの薬カバンを取り上げることはなかった。その日からメロピデ要塞には小さな医者が一人増えたの。彼女は相変わらずフードをかぶりローブを着ていた。そこでは雨が降らないのに、人間の姿のおかげか誰も彼女の診察を拒まなかった。患者が増えるにつれ彼女の刑期も短くなっていった。メロピデ要塞の人々は彼女から離れなくなり、刑期が終わった彼女もそこに留まり続けた。そんなある日、彼女宛に外から手紙が届いたの。見覚えのある場所に着くと、一人の老婦人がメルジーヌを迎えてくれた。彼女は一目でその偽装を見抜いたけど、それを言葉にせず質問した。メルジーヌなのにこんなにたくさんの人から尊敬されてるのはどうしてだと思う？きっと人間の顔をしてるから。シグウィ、もう50年以上経ってるのにあなたは年を取ってない。とっくに人間じゃないって気づかれてるはずよ。こんなに何年も経って
ようやく見つけた。あの夜、あなたが助けてくれたことをずっと覚えてるわ。どうしてうちだってわかったの？もう、メルジーヌじゃなくなってるのに。人間かメルジーヌか、それはそんなに重要かしら。覚えてるのは手のひらのぬくもり。これが何よりの目印なの。あなたのこのぬくもりはやっぱり変わってない。シグウィ、もう隠さなくていいの。今はみんなメルジーヌと友達になりたいと思ってる。あなたみたいなメルジーヌがいてくれたおかげかもしれないわね。遅くなってごめんなさい。でもずっと伝えたかったの。ありがとう、メルジーヌ先生。うんうん、これこそオイラが望んでた結末だぜ。ポトンさんの告白を聞いて、ずっと彼に伝えたかったの。ポトンかラワットかなんて、実はそれほど重要じゃないってね。でも遅かった。彼の手のひらのぬくもりはもう消えちゃってたから、彼を治療したいと思ったけど、その病気の根源は顔じゃなかったのよ。君もパイモンちゃんもうちを慰めてくれてるのよね。ありがとう。気にすんなって。実は君たちを呼んだ理由はもう一つあるの。まだ約束の報酬を渡してなかったでしょ。マルショーゼファントムから特別に許可をもらって、あの薬の改良版をいくつか調合したの。顔を入れ替えられた囚人を元に戻すためにね。君たちの分も一本取っておいたのよ。え？オイラたちには必要ないし、処分しといた方がいいんじゃないか。これをどうするかは君たちが決めるべきだと思ったの。それに旅人とパイモンちゃんはたくさん頑張ってくれたし、約束を破るわけにはいかないでしょ。そうかもしれないけど、さすがにちょっと使うのは気が引けるな。いや、でもこれってもうテイワットに一本しかないんだよな。このまま処分するのはちょっともったいない気がするぞ。何かいい使い道は。あ、そうだ、メリュジーヌの体質はあの大洪水で変わってないし、まだこの薬の効果をちゃんと受けられるってことだよな。ならシグウィンを元の姿に戻すってのはどうだ。だってメリュジーヌからしたらやっぱり元の姿の方が可愛いだろ。パイモンちゃん、人間かメルジーヌかそんなに重要かしら。それは、まあ、おいら何言ってんだろう。シグウィンはとっくに答えを出してたってことか。じゃあこれは今すぐ処分しようぜ。ええ、任せてちょうだい。しばらくここに残るのよ。もうちょっと先生と一緒にいたいから。しっ